はい、皆さんこんばんは。鬼ごっこオブザデッドパート2やっていきたいと思います。カーザピグレットからですね、やや治安の悪い貧民街、細い路地を有効活用しようということで、ノーマルですね。まあ、前回で、ちょっと若干音量の方を、下げました。ちょっとうるさいかなと思ったんでね。国内屈指の貧民街カーザピグレット、この街は他の街への治安の悪化を恐れ、付近の都市によってバリアが整備された。そんな町で鬼による災害が起きたが、これ幸いと、火事場泥棒を働く者も多い。いっそ彼ら者とも、鬼にされた方が平和な町になっていいのかもしれないが、何にせよまだ幼い彼女にはこの町は危険すぎる。もっと安全な町で暮らすのが幸せだろうということでいきます。ミッションは4つのバリアのスイッチを切れ。あ、いきなり鬼いますね。4つのバリアのさ、あ、これあった、早速あった。鬼が今6匹いると。なるほどな、6匹。うわ、鬼来ましたね。 BGM いいな。あ、 BGM かっこいい。うわ、いるぞいるぞ。うわ、上にいる。ちょっとどいて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 、お願いどいてお願いどいてお願いどいて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 よ。いきます。右下ぐらいにあったんで、こいつらちょっと早いですね。あの、鬼が鬼になって、その鬼が鬼になったってなれば、一気にね、増殖してほんとやばいことになるんで、あれ、バリアのあれがないですね。ちょっと早く見つけないとまずいことになるんですが、とにかく一つ言えることは、人が集まっているところは危ないということだな。人がいっぱい集まっている近くには行くなということですね。俺は最後の一人になるぜ。他のやつらが鬼になったとしても、俺だけは生き延びると。うわ、多いな。うわうわ、あのね、こいつら結構当たり判定が強いんだよな。オッケーオッケー、行こう。鬼ね、当たり判定がかなり強いんだよな。よしよしよし、来てる。よしよし、緑。あと2つ。どこにあるんだ、一体。あと2つ、どこにあるんだ。もうそろそろクリアしますよ。本当にね。あった、黄色。あと1つ。青色ですね。あと1つ、青色。あと1つ、青色見つければ脱出できますが。鬼が今11人いる。上の方に鬼が集中してますね。パターンとして急がなければまずい。急いで確保しないと。あった、よしよしよし、解除、脱出します。あ、鬼いる鬼いる。よし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 、いるな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 いな。あった、よしよしよし、ここ脱出ですね。ミッションコンプリート。もう21人が鬼になっていたという。貧民街で暮らしていた少女、劣悪な環境を逃れたものの、その後どこで生きているともわからない。いっそ鬼になった方が良かったのではとも。その後彼女は裕福な家の者に保護され、現在はその家にて住み込みで働いている。少し前からすれば生活は改善されたと言えた。良かったですね。よーし、ということでミッションモードの続きやっていきますよ。これなんかね、タイムとかあるみたいなんでね、なんか一応やり込みゲーみたい。お、帝国美術館、森の奥に佇む美術館、幻の宝石を展示中。なるほど。ちょっとナイスバディな女性を操作すると。私は天下の怪盗美少女、通称ブリラントジリオ。急になんかテイストが変わりましたね。今回のターゲットは帝国美術館にて展示中のピンククリスタル。予告状も送り、いざ当日。やばい、なんか美術館で鬼の災害起きてる。どうしよう、実行は別な日にしようかな。あ、でも今ならどさくさに紛れてあっさりいけるかも。さて、今日もカレーに行くわよ。ということで行きます。おそらくペンダント盗めというミッションでしょうね。ピンククリスタルを盗めと。ピンククリスタルがまずどこにあるかなんだよな、問題は。天下の大泥棒、
おお、どんだけ集まってんだ、どんだけ集まってたんだ今。登ってくださいよ早く。ピンククリスタルが一体どこにあるのか。あれ左なんか道通れそうですね。ピンククリスタル上の方ですね。おそらくピンククリスタルは必ず盗みますよ。あれなんかある、スイッチがある。うわ多いな、ちょっと多いですね。あれは侵入が兵士にバレた。なんなんだ兵士って。兵士に捕まらないように注意。鬼の上に兵士もいるのか。で肝心のピンククリスちょっと多いぜ。あの中じゃないのピンククリスタル。ちょっともう難しいですねこのゲーム。侵入が兵士にバレた。なんなんだその裏設定は。ちょっと鬼がね多すぎますね。まずいぞ。サクサクとクリアしたいんですけどもねこのゲーム。ちょっとどいてください。なんか裏道を通っていくみたいな。これもう袋小路になってるじゃないか。どっちから行こうが鬼がいるんだが、どっちから行こうが鬼がいるんだが、どうすればいいんだ。こう行こうとすると鬼が、よし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 、ナイス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 。ここに青いスイッチがあるんで、で兵士は基本的に怒らせてはいけないので。はははは、多いですね。あ、ピンククリスタルありましたね。あれを盗めと。あれを盗むためには、なるほど、ロックを解除しないといけないと。無理じゃないこれ。ちょっと待って、無理じゃないか。あんなにいたら、あれ兵士に捕まってもダメなのか。ちょっと編集が入っているかもしれませんが、こっちから行けたりするのか。こっちからも行けると。ちょっとこっちから行ってみます。なるほどな、あそこに鬼が大量に密集することにより、あと兵士もなんか襲ってくる。もう鬼がいるから、何、兵士も仕事どころじゃないと思うんだかな。兵士も仕事どころじゃないと思うんだかな。なんなんだこのゲーム、難しすぎる。このゲーム思ってたよりむずいですね。結構編集が入ってると思いますが、まあここから行くのは安定なんですね。で外に出ずにまずはこっちの赤も押すと、赤も押すと、でピンク置いてくれ頼む。でピンクダイヤを盗みに行くと。で兵士をかわしつつの、兵士をこの中に誘導しつつ、まあ、逃げていくと。お、いいんじゃないですか。あ、いいじゃないですか。で、落ちてない。で、OK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 。はい、やりました。ミッションコンプリート。あーきつかった。ふう、認めたくないけど私ももう若くないみたいね。今回は特に危なかった。ぽっこり出てきたお腹も気になるし、これ以上この影を続けるのはやめた方が良さそうね。その後ピンククリスタルは裏オークションにて高値で落札された。私はその金を持って外国へ高飛びした。今は南国でゆっくりと過ごしている。なるほど、あともう一つぐらい言っておきますか、ミッションね。ん？あとポルトディノチ、霧深い夜の港町、視界が狭いので危険と。ノーマルですね。貿易で訪れた港町、ここで俺は鬼の災害に巻き込まれた。夜の霧も深いし船は出航できない。仕方がない、この町を脱出して別な
港から本国に戻ることにするか、それにしても視界が悪い。街灯の明かりを頼りにするしかないか。暗いという、ああ暗いですね。あ、暗い上に鬼が襲ってきてっていう、ああ、これは難しい。暗い、なるほど。これ鬼が来てもわからないぞ。こっちから行ったら楽なんじゃないか。うわ、鬼いる、鬼いる、鬼いる。で、左の方じゃないんですかね。とにかく視界が悪すぎますが、どこに行けばいいんだ。上か、左上に行けばいい、左上に行けばいいんじゃないかなと思うんですけどね。あ、ここか、ここですね。あ、違う、まずマップを把握しきるところから始めないと。あー、いけた。で、鬼もね、そんな増えてないんで、いけるぞ、これは。このまま鬼が出なければいけるぞ。鬼に注意を払って、いっ、おミッションコンプリート。いけましたね。鬼に思考能力があるかは定かではない。もしかしたら単調な日々の生活に耐えきれず、鬼になったのではないか。これはあくまでも仮説ではあるが、もしかしたら人が鬼を恐れるように、鬼もまた人を恐れるのかもしれない。それならば、いっそ人々を自らの仲間にすれば、仲間も増えるし、鬼たちも安心できる。もっとも人の側からすれば、たまった話ではないが。確かにな。よし、ということで、また次回、次のミッション。次のミッションはですね、リスティトゥート。鬼対策研究所のある町、白ひげの博士が研究しているというところをね、次回やっていこうと思います。また見に来てもらえればなと思います。まあ、結構短期的な感じで撮っていこうと思っていますので、すぐにクリアできると思います。ということで、お疲れ様でした。